粗品です。せいやです。うん。さあ、本日はですね、視聴者質問コーナーということで、たくさん質問来ております。はい。チューブネーム、うん。メルメル。メルメル。彼氏に浮気をされて落ち込んでいるものです。うん。霜降り明星さん、どこからが浮気だと思いますか？俺らが一番苦手な分野。この恋愛相談系。もうEXITにしてくれ。金近にしてくれ。どこからが浮気ですか、せいやさん。どこからが浮気、もうこれはでももうね、死ぬほど議論されてると思うテーマやと思うんですよ。そうやな。もう、だから主観でしかないよな、これって。自分の意見ですよ。自分の意見、俺はこう思いますって言うだけで正解を言うわけじゃないですよ。はい、ズバリ。もう僕は男が悪いと思います。キモキモキモいですね。キモ誰が言うとんの。男が悪い。いやもちろんね、その女の子はやっぱ本質的にはやっぱ浮気しないみたいですよ。そのはいはいはい、まあ、よう言うんはね、やっぱ、男は視覚で浮気して、うんうんうん、女の子はメンタルで浮気しちゃう、はいはいはい、やっぱこのあるんですって、この男と女の違いで、うん、やっぱ男は視覚的興奮をより覚える、うん、この景色が好きやん、男は。だから海じーって見たりするのが男は好きやん、うん、でも女の子は海により近づいて遊びたい、うん、感情を、うん、男はこう山見たりするのが好きとか、うん、なんかこう目からの興奮を覚えるのが多いんやって。ほうほうほう。だから男の方がやっぱ軽いんですよ、そのきっかけというか、うん、これは完全に、うん、ほう、すぐ浮気しちゃう、すぐ浮気しちゃうもんなんです、そのやっぱり言い訳がましいけど、はいはいはい。だから女の子はもう多分普通は浮気せえへん、うん、でも女の子でも浮気する子いっぱいおるやん、うん、だからこれはやっぱ男のトラウマとかから来てるな、このあ過去の恋愛のとか、この感情が満たされんからやっぱ浮気しちゃう。で、だから元々はどっからが浮気ですかっていう質問なんで、はい、それで言うと、はい、それで言うと、もうだからこの論点ずれてます今思い出したけど気づいた、もう論点ずれてた。今俺出口出てきたら俺もわからなかった。どっから出てんの、うん、でもだからちょっと待ってな、だから今考えるわ。エッチとかキスとか食事行くとかそういうこと聞いてるんですよ。だから今の話に繋がるんですよ。おう、もうこれは申し訳ないけど、もう本気で言うわ。じゃあこんなんもう猫飼いかぶっててもしょうがない、うん、もう男と女の子の決定的な違いはやっぱ本気か浮気か。おう、もう女の子の浮気はあかんみたいなよう言うやん。そうなん、本気なるからみたいなね。おお、はいはいはい、体だけの関係ではなく心までみたいな。そう、やっぱそれはもうほんまの浮気やと思う。でも、もう心持っていかれへんもんな、男って。いや、共感できへん浮気の体験談喋ってるけど、まあ、するひな心、なんでないの、お前。いやいや、共感できへん。いやいや、ほんまに。その、例えばよ、いやいや、自分主観でしょ、だから下からどうし浮気を書く。わ、わ、もう分かった。じゃあ、もうお前とは別で考えるな。じゃあ巻き込まんといた、ほんまに。お、うん、その、あの、なんていうかな、これ損するな、でも浮気してるみたいになるな。いや、そんなだってじゃあ、いや、どこからが浮気だと思いますか言われてるだけ。お前の方便がすごいね、さっき。お前のそのスタンスずるいぞ。何がやねん。いや、男は救急車駆けつけてくれたの。駆けつけてくれたの。いや、そら男はでもやっぱ浮気するもんでしょ、でも。いや、こいつずるいって男として裏切り者や、こいつ。いや、考えられん。えって、お前じゃあ、どこからが浮気だと思いますかやねん。だからもうこれ、じゃあもう言っていいですか。言えって、言えって。だから、どっからやねん。だから食事はセーフ。あ、はいはいはい。男の食事は心持っていかれてる。そういうの聞きたい。でも女の子の食事は俺心ちょっと持っていかれる時あるから、これはちょっと違うと思う、ほんまに男と女で。はあ。だから男の食事はいいけども、行ってる女の方は悪いっていう、食事心行ってるから。人にもよるよ、めっちゃな。でも男の食事、男と女の一対一の食事もアウトっていう人、まあ、結構いたんですよ、元カノにも。はい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 。それは待ってくれと。それは浮気、それ浮気って言われたら、うん、じゃあだから男目線でいきましょう。この方も彼氏に浮気されて落ち込んでますから、うん、彼氏やとして、うん、その女とか関係なく、その食事はセーフね。
食事はセーフにしていただきたい。じゃあ、どうでしょう、ボディタッチ多め、食事行ってこう、あ、女の子がそうしてきて、まあ、男からやな、だからこう、あ、なあ、まあまあまあ飲もうやみたいな、こういうのはどうですか。いやもうそれはもう浮気というかキモいな。おっさんやろ、こんなボディタッチするんだよ。お前そんなんすんの、あれすごいな、お前そんなんすんのあれボディ、いやそのキスの一個手前ということでね、ボディタッチは、いやもうそんなんするやつはもう浮気どころの話しちゃうやろ。あ、でも浮気エッチよりなんか良くないな、そいつは。ボディタッチするっていう、キスはチュー、いやもうそんなもん、もう浮気以外の何者でもない。おー、浮気以外の何者でもない。だからまあそのもう浮気どっからが浮気は、それはキスはもう浮気なんですよ、それはもうはっきり言って完全に、はいはいはい、それが聞きたかったよ。でもそれは浅い答えやんか、別に誰でも分かることや。俺はもう一個行きたくて、うん、この子に言いたかったのは、だから今繋がったわやっと、うん、でももしその人のことがほんまに好きなら、うん、そこまで浮気って思ってる、うん、もしその人が好きならやで、この子が、うん、ショックならそこまでそいつの浮気相手に負けてないよって、その子は別に男は心を動かさねえんから、あなんていうの、新しい景色をアップデートしただけで、もっといいお尻見たいとか、もっといいおっぱい見たいとか、ほんまめっちゃ幼稚やねん結局。だからほんまに好きなら許してもいいと思う。なるほど、落ち込むなと。まあ好きならね、うーん、でもどっちかやな、そのほんまに好きを取るか、失った辛さで許すか、これ先生、この許せない浮気を重いものだと捉えてもう次に行くか、うん、でも結局そのいい思い出もあるわけじゃないですか、うん、パートナーとして、うん、やっぱそのほんまは、うん、ほんまは許していただきたい。え、どういう言い方いやこれはでもね、もうこれは来たい男の意見やと思うよ。あ、そう、なんかそれそうでしょう、粗品さん、お願い。いや俺ちょっと共感できない。出てお前、ずるいこいつバカ野郎。バカ野郎。男は浮気症っていうのはもう、これじゃあこのメルメルさんがね、まあじゃあせいやさんの今の熱くなって許すとなって、じゃあ例えば2回目はどうですか、もう一発浮気された違う人との場合は、せいやさんこれも許す、これはもうさすがにない、もうそいつはもう治らん。あ、なるほど、それでも嫌だったら付き合えということですね。じゃあ治らんけど、まあ、結局どっち取るかやな。それでもその人に魅力あるなら付き合うし、うん、こんなやつが何浮気してんねんって、何やったらもちろん別れれるしな。でもこの子が落ち込んでるってことは好きなわけやんか、うんうんうん、確かに。ってことはもしかしたら2人で浮気乗り越えれるかもしれないという、もう先のね、浮気したから一発アウトはちょっと寂しいかな、お前のことばかり言ういやいや、俺がいつも言う寂しい。何が、まあこれはでも男のエゴの中のエゴの話よ、だから主観でしかないけど、二人なら乗り越えれる浮気もあるんちゃうかなって信じてるけどな。ちなみにせいやさん、過去浮気はされたことあるんですか。全くありません。だからこそだからこそ言える。ほんま、はい、もうそれはもう粗品さんもそうでしょ。ほんまにありません。はい、いや俺、はい、俺らほんまにそれはもうモテてこなかったから。いやまあまあそうや、いやモテてこなかったからこそハメ外すもんじゃないんですか、大人になってから。いやそれの理論で言ったらお前らもすごいことなるよ。じゃあこれからチェリー卒業してないねんから、まだ、うん、まあな、これから浮気すると宣言した今っていうことですね。いや浮気すればいいですね。いや誰言ってんねん、杉本忍さん。いやもう浮気はもうそれはもうダメなはもうダメやけど、もうちょっとこう、なんやろ、もっと上の深い話を、うん、女の子はもう帰ってこへんこと多いやん、浮気したらやっぱ心で浮気してる。でも男はやっぱね、もう別なんですよね、ほんまにもう、だもうアホなんですよね、もう帰って、うん、行く家があるから、うん、こうちょっとほんま火遊びしちゃうみたいな。もうそれはでもほんまにしょうもないことやっとんな、バチンってほんま、うん、叩いてくれる女の子とかやったらもう浮気せんとこって思うねんな。でも浮気せんといて、浮気せんといて、絶対浮気もなしってこう来られたら、うんうん、あーってなってまうものなんすよね。もう勝手にどこでも浮気してこいって言われたら、なるほどなるほど、こいつっていうのはもう理想ですけどね。それも言われたことあんねやじゃん、女の子に。
どんでもなく仕事いや、ないないない、もうこれはもう男の意見でしかないからね、結局。彼女に浮気されたことあるんですか？ない。ああ、じゃあもう健全や、ずっと。そうやな、まあ浮気論、まあ、粗品さんはどうですか？もう俺ばっかり喋ってるけど二人で協議せんと。いや、そうよ。お前の意見は？いや、俺から浮気？いや、僕はボディタッチですね、キスの手前。いや、だからボディタッチ、うん、男からやろ。うん、ちょっとこう、執拗に触るとか、おうおう、ちょっとくっついて歩くとかでもなしかな。あ、だからちょっと、もうベタ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 やってる、ちょっとだからその辺厳しめ、浮気の。それ女の子がやろ？いや、どっちも。あ、どっちも。僕が同じラインで嫌やな、浮気。ボディタッチ、例えば肩は？ダメ。肩も？肩はちょっとやらしい。ブラジアの紐があるじゃない、ここに。ダメダメダメ。いやいや、ダメダメダメ。そうなんや。食事もじゃあ。食事 OK、 二人きり。まあまあいいでしょう、言ってくれるなら事前に。ボディタッチ、あ、いや、まあでも僕もそうですよ。ボディタッチなんかはでもせえへんからな、そんな。あ、まあそうか。なんかこのボディタッチするってことはもうそういう行為があった後やと思いますよ。エッチしてるもん。ボディタッチからこうやって入ってる人とかはもう浮気より論外やと思う。だからその変やん。ボディタッチはちょっとちゃうな。まあだから大体一緒ですね、このキスは絶対あかんしっていうね。でもみんなそうよな。いや、みんなそうやん。だからそれはもう分かってんの、分かりきってんのよ。浮気を許すかどうかの、女男の。いや、もう許さん、許さん。もう一発アウト、一発アウト。もうこれの意見に分かるんです、絶対。なるほどな。浮気を許すか許さんかのって俺は議論やと思う。ちょっとダメね。もう許さん、許さん。男も女もダメ。なるほどね。だからもうそうやな。でも男の浮気許してくれっていうには、やっぱ女の子にももちろん、これしてんけとか言わんよ、確かに。だから浮気で2人で乗り越えれたなって思う派と、もう絶対ダメ、浮気根絶で。まあでも〇〇やったらええかな。そんな僕いらんねん。エロいのも好きやし、その、なめんなよ。やめてた。あるんですか？みたいに嫌がって。ある。いや、それは別にありますよ。わすごい。いや、それは別にね。え、その配分は何が？いや、それはお店ですけどね。はぁ、その別にお前みたいにだけど、ボケになってん。先生、こいつ熱いんやった。エロに熱いんやった。そんなん、うざくせえ。あ、そう。いや、この浮気だ、許さん派とちょっとこう浮気で2人で乗り越えれたらなっていう。まあやな、これはもう主観の話ですね。ねえ、やったらどうですか？やったら全然。で、1人余るから無理やですよ。我慢んの、ああいうの。いや、は1人余る。もう、まあ、配分にも、もうそのやめろ、お前とか簡単に言うな、すいません。めちゃめちゃむずいねんぞ、そんな。暑いな、エロに。めちゃくちゃむずい。なんでこれ舐めてたわ、エロに。体力もいるしね、経験して。あ、あるもしかして。いや、別にないですよ、は。あ、はい、だけはない。以上あるみたいな言い方すな、お前。だけない。これも恥ずかしい、なんか生きてるみたいやから、もうやめて。もうそれ、やったことあると思う。恥ずいねん。いや、じゃあ喜んでくれるかなと。エロリミナル効果ね。いや、なんかエロリキリしてるみたいなね。いや、エロリミナル効果を僕は誘ってるんですよ、それは。いや、もうとかの話は、よう大学生がやるしょうもないやつやから。いや、やりました。あたたたたたすいません、もうやめてくれ。あ、そう、魔物よう分からんけど。でも一発アウト。なるほどね。なるほど。あ、終わった。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。